どうも、おしゃれ番長研究所の大地です。今回はこちらユニクロの 3D クルーネックセーターについて研究していきたいと思います。僕は今回初めてね 3D ニットというのを購入しました。 3D ニットはねちょっと前からね買ってみたいなと思ってたんですけど、実際にね買うタイミングがなくてですね、まあこれだというのはなかったので先送りにしていたんですね。なので今回ね初めて購入してすごく嬉しかったです。そんな 3D ニットね興味のあるおしゃれマッチョ研究員の皆さん、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。それではねやっていこうと思うんですが、こちらの商品まず値段が3,990円です。サイズは XL サイズを購入しました。身長184センチ、体重は73キロになります。ユニクロのニットはですね、いつもね XL とかそれから XXL っていうのがちょうどね悩みどころなところですね。難しいところですよね。まぁ、ちょっと大きめに着たかったら XXL、 ジャストで着たかったら XL っていうような形が多いですね。実際に着てみてね、今回はこれでいけるかなと思ってこれを購入してみました。ちなみにこの 3D ニットというのはですね、こういった継ぎ目がありません。通常洋服を作る時っていうのはね、どうしてもこういう継ぎ目ができると思うんですね。三角筋のとこだったりとか、もしくは僧帽筋のとこだったりとか、説明がいちいち筋肉なんですけど、 3D ニットの場合はねその継ぎ目がないということで、もうすごくつるんとしているんですよ。なので着心地がとにかくいいです。で、僕はこれのね作り方っていうのがすごく気になったので YouTube で検索したら、ユニクロのサイトにねあったんですよね。空中だった。で、ユニクロの方を見るとですね、 3D ニットってね、こう立体的にこう編んでいくみたいなんですよ。人の体とね同じような形でこう立体的に編んでいくらしいんですよね。なので着心地がいいと、そういった最新の技術によって作られている洋服なようです。まあ、ある意味ね、それが3990円で買えるというのは、まあさすがユニクロかなとは思います。もしかしたらいずれはですね、皆さんの体をですねスキャンして、それに合った 3D ニットとかね作ってくれる時代が来るかもしれないですよね。ワクワクしませんか、これ。これはおしゃれマッチョ研究員の方だったら本当に楽しみでしょうがないんじゃないでしょうか。ちょっと前置きが長くなってしまいましたが、着てみたいと思います。はい、こんな感じで見えますでしょうか。ちょっと下げます。はい、こんな感じとなっております。通常普通に着るとこういうぐらいですね。僕結構腕が長い方なんですが、まあそれでもね、まあギリギリセーフかなっていうところです。で、こちらの商品はですね、一応僕はライトグレーを購入しました。光の加減によってはもしかしたらちょっと白っぽく見えるかもしれませんが、ライトグレーになります。ちょっと軽く一周、はい、どうでしょうか。いいですよね。大胸筋の方もいい感じで見えるんじゃないでしょうか。これは本当にですね、体の線が綺麗に出ますね。このニットはね、とにかくね着心地がいいです。これはね間違いなく筋肉に優しいやつです。なのでガンガン筋トレした後でもね、優しく包み込んでくれると思います。こちらの商品はですね、綿とアクリルなんですけれども、意外とね、あったかいっていうのが僕の印象ですね。このニットはちょっと春も見越してね、僕は今回購入しました。まあそれもあってね、明るい色にしたんですけど、ちょっとね、思ってたより暖かいです。今実際こちら中にね、タンクトップ1枚だけ着ているんですけど、意外と暖かいんですよね。肉厚感というかね、あまりね、これ透けもないですね。思ってたよりは、なんか透けそうだなと思ったんですけど、全然ね、平気そうな感じがします。なので、意外とね、春の序盤ぐらいまでしか着れないんじゃないかなと思います。基本的に体鍛えてる人ってどちらかというと体温高い人が僕は多いんじゃないかなと思っているので、そういう方にはね割とすぐ熱くなっちゃう可能性はあるかもしれません。今回も所長なりにですね、おしゃれマッチョコーデをいくつか考えてみました。まあ、すごくシンプルなデザインなので、すごくシンプルにまとめたコーデが多いかなと思います。もしよかったらご視聴ください。どうぞ。Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me?
ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。全体的にシンプルにまとまってたんじゃないかなと思います。で、こちらの商品なんですが、まあ、一つだけですね、僕の中ではこれは良くないなという点があります。それはですね、毛がつくんですよね。こちらのね、ユニクロのシャツですね。こちらはエクストラファインブロードシャツだったかな。こちらの商品をこれインナーにして、先ほどね、コーデを一つ組みました。単色っていうか、こう黒色。まあ、実際にこれネイビーなんですけど、ネイビーにこのライトグレーの毛がね、もういっぱいつきました。なのでそれだけがねこのニットのちょっと弱点かなと思いますね。そこ気になる方はちょっとね考えた方がいいかもしれないですね。研究員の皆さんの参考になれば嬉しいかなと思います。はい、という感じで今回はですね、ユニクロの 3D クルーネックセーターについて研究結果を報告させていただきました。この動画を楽しんでいただけた方はぜひグッドボタンをよろしくお願いします。どのコーデが良かったかっていう意見がありましたらぜひコメント欄で教えてください。今後の参考にさせてください。それではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに他社。